ヒラノ・レミは日本の料理愛好家、タレント、シャンソン歌手。本名は和田・レミ。旧姓は平野。東京都台東区生まれ、千葉県松戸市で育つ。祖父は日本美術視野で法律家のヘンリー・パイク部位。父はフランス文学者のヒラノ・イマオ。夫はイラストレーター、エッセイスト、映画監督の和田誠。長男はトライセラトップスの和田翔。 長男の妻は女優の上野樹里。次男の妻はモデルで食育インストラクターの和ダンスカ。いとこはトークライブハウス経営の平野優。料理番組を中心に活躍しているが、終始テンションが高く、息つく間もないほどの早口が特徴である。その明るいキャラクターが受け、バラエティ番組にも料理研究家もしくは料理愛好家として出演している。 2007年公開のディズニー配給映画、レミーの美味しいレストランの日本でのプロモーションでは、料理親善大使を務めた。清水道子のモノマネレパートリーの一人でもあり、実際にスタジオパークから、こんにちはにて共演している。清水は平野の暴走ぶりに呆れながらも、お笑いの才能に素晴らしい人材と簡単した一幕があった。 今日の料理などでの自由奔放な振る舞いと、奇想天外な料理のアイディアから、生きる放送事故と呼ばれる。東京都立上野高等学校中退後、文化学院在学中、佐藤よしこにシャンソンを学び、日光ミュージックサロンで歌手デビューする。やがて、TBS ラジオのディレクターから声がかかり、TBS ラジオ番組、キンキンケンケンの、それいけ、歌謡曲内の、 東京や関東近県のある字に、スーパーマーケット等の店頭等から公開制、放送する番組コーナー、ミュージックキャラバンで、久米宏とコンビを組み活躍。平野の回想によると、ラジオのディレクターに配られていた、レコード会社の新人宣伝書で平野と、ヘ見まりの写真が入れ替わってすられていたことが原因で、ディレクターは、本来、ヘ見と契約するつもりで平野と契約したという。 番組内での一般観覧者が参加する TBS ラジオカーと同行した車両に搭載し、スピーカー部分には放送用のマイクを設置したジュークボックスから番組側が選んだジュークボックスの曲番号でかかる曲が男性歌手か女性歌手かと当てるゲームで曲のイントロが流れて正解がわかるまでの短い時間、平野が繰り返し叫んだ男が出るか女が出るかは 当時話題を呼んだ。また、生放送中に、ねえ、ク米のさん、この缶詰に、ベトコンの肉が入っているって本当と言ってしまった際には即座に、クメからマイクで頭を叩かれ、足を蹴られて黙らされたと言い,い、クメは当時のことを振り返るたびに、とんでもない奴と組まされてしまったと笑いながら、10回している。番組を聞いていたイラストレーターの和田誠が、平野に惚れ込んだことが縁で、 1972年に和田と出会って10日で結婚した。当初、和田は麻雀仲間だった久米に平野の紹介を頼んだが、久米は絶対紹介しませんよ。あんなではしょうがないですよ。と真剣に断った。なお、久米の階層によれば、正確にはあの人は絶対やめた方がいいです。人生を棒に振りますよだったという。久米は平野を、 誹謗中傷したわけではなく、普段の仕事で彼女の自由奔放ぶりに振り回されて散々苦労していたことから、それにより紹介したことで和田に一生恨まれることを恐れたためである。そのため和田は仕方なく TBS ラジオのディレクターに頼んだところ、こちらからも紹介してもいいけど責任は持ちませんよと言われてしまったという。結婚後、一時は育児、 主婦業に専念していたが、家庭料理の研究にも力を入れるようになり、料理研究家ならぬ料理愛好家として、再び表舞台で活躍し始めた。これは、両親がうまい、物好きという影響による。平野自身も舌が肥えており、久米によれば、ミュージックキャラバンのための移動中に、途中の食べ物屋で昼食を取る際にも、期待通りの味でなければ平気で、まずい。 と公害したために、クメはいつも激キ,キさせられていたという。逆に期待を超える微味であれば、厨房に入って料理人に握手を求めるほど絶賛したという。料理番組に初出演したのは NHK の今日の料理。初出演した放送会で扱った料理は牛肉とトマトの炒め物で材料のトマトを手で握りつぶして調理したため、多くのクレームを受けることとなった。 後に、この料理は歳月を経て、同じ NHK の午後生で調理法も当時のままに再度紹介されている。放送内の20分で晩ご飯では20分以内に料理を作り終えてしまった際には、シャンソン歌手としての特技を生かし、余った時間でオリジナルソングを歌い雑しを稼いだことがある。歌手活動も継続しており、90年代には、 テレビアニメの主題歌を担当したほか、コンサートへも時々出演している。株式会社、小田島と共同開発した多機能鍋、平野レミの鍋で、レミッパンを使って料理をすることが多い。レミッパンは、フッ素樹脂加工された平底のアルミニウム鍋内脂は、深いフライパンで、蓋に可変式の蒸気穴がある。蓋の取り手は蓋立てとしても機能する。また、平野が、 審査員を務める料理コーナーの景品にレミパンをプレゼントすることがある。主なレミパン支持者にグッチ雄三がいる。累計販売個数が150万個となる。デザイナーに柴田文恵を迎えた新型レミパン、レミパンプラスを2016年3月15日に発売。調理中、今まで置き場所に困っていた菜箸やヘラなどのツール類を フライパンのハンドルに一時置きできるよう、マグネット内蔵ハンドルを開発し採用した。他多数、ありがとうございます。